身の上話森外お勉強障子の外から小声で言うのである誰だ音をさせないではしごを登って廊下を歩いてくるなんて怪しいやつだな私 障子が二三寸空いて貧血な顔の切れ目の長い目が覗く微笑んでいる口の薄赤い唇の奥から真っ白い細かく揃った歯が輝く「何だ誰かと思ったら花かもう手紙の代筆は真っ平だあらいくらのことだって毎日手紙を出しはしませんわ」。 毎日出すとも、一時間に一本ずつ出すともするがいい。俺はもう書かないというのだ。ひどいことおっしゃるのね。たった一遍式は書いてくださらないくせに。一遍でたくさんだ。そんなにお嫌なの嫌も好きもないのだ。あまあ、入って承知を締めてもらいたいものだな。こないだ中のように暑い時はいいが、 もうそろそろ寒くなったのにそこから覗いていられてはわきはないさあ入りましたつついいと入って、片肘ついて障子を締める。輪の太いイチョウ返しに艶消しの銀の竹長の根掛けをして翡翠のかんざしをさしている素肌に来たセルの横島は 背が高いからの好みか帯は紺の湯術と島のお飯との腹合わせである波の音がする涼しくはなってもまだ夏なので暮れてからしばらくは雨戸も閉めてないのである花は机の向こうに来て座ったまた電気を低くしていらっしゃるのね このままにしておけばいいのに、毎日天井のところまで吊るし上げるもんだから、日が暮れれば下ろさなくてはならない。面倒でしようがありゃしない。はいはい。さようなら、明日からは足でけつまずくようなところに降ろしておきます。けつまずきゃそそっかしいのだ。止まっているやつが皆怠け者だから。 伝統というものは天井に吊るし上げておくものだと思っているのだ。おろさなくちゃ、横文字の本なんぞは読まりゃしない。ええ、お客様も怠け者で、私どもも怠け者でございますよ。怠け者だとも、辻村にある手紙のことばかし考えているのだ。おや、名前なんぞを覚えておしまいなすって、まあやだ。 覚えなくったって何でも覚える。お前なんぞにはわからないが、白文狂気というのだ。英語なんぞおよしなさいよ。ねえあなた、今日はやりませんけれど、またそのうち書いてくださいますでしょうね。男の手でなくちゃやられないのですから。嫌だ。なぜでしょう。 右の手の指先で左のたもの先を掴んで、首を右に傾けて、ちょいと圭一の顔を覗く。こういう目の要求を拒絶するのは、なかなか容易なことではない。なぜだというのか書かない理由が聞きたいというのだな。うん。言って聞かせよう。まず、 僕の書いた手紙が辻村辰五郎というやつ、あ、しっけ、辻村辰五郎という先生のところへ行くのだな。そこで、その辰五郎先生がそれを読む。読むと何か考えるのだな。僕は先生を知らないから、何を考えるかわからない。しかし、手紙を出したお前のことを考えるだけは確かだ。 お前のその美しい粋な姿を想像するそこで先生は独り者だか細君があるかそれも知らないが仮に細君があるとするそうするとその細君が嫌になるかもしれないそれから先はどんな難しいことにでもなるのだなまああなたはよっぽど苦労症だわ そんなに先の先まで考えた日には、私なんぞはとっくの昔死んでしまわなくちゃなりませんわ。そうかな。女のことをまるで知らないもんだから、余計な心配をするかもしれないよ。嘘ばっかしい。いろいろ終わりなさるでしょ。なに、あるものか。第一、 色になるにはどんな具合でなるもんだか知らないのだ。お前が辻村さんと深くなった時のことが聞きたいものだな。嫌ですわ。馬鹿らしいのですもの。嫌かな。嫌なら仕方がない。話して聞かせれば手紙はいくらでも書いてやるのだがなあ。あら、書いてくだすって。そんなら話しますわ。 厳なやつだなガラガラと雨戸を繰り出す音がする「無遠慮に忙しそうに来る」「ミシミシという足音が圭一の部屋の近所まで聞こえてくる」「いつものふんどし一つの上に印番点を羽織った男が食っているのであろう」「花は急に立って 部屋の入り口の片隅に茶道具の置いてあるところへ行って茶碗をガチャガチャ言わせる「もうお湯がありませんわ。ちょっと行ってまいります」特別に大きい声をしたのである火鉢にかけてあった湯沸かしを持って障子を手荒く開けてはしごをバタバタ降りていった圭一は 机の上に開けてあった洋書の読みさしたページにしおりの紐を挟んでバタリと閉じたそしてそばの箱からトルコの紙巻きを取ってマッチを吸って火をつけた暑い盛りに大原には来たので洋服の他には浴衣しか持っていない雨の後が急に涼しくなってからすこぶる平行したが幸いに フランネルのシャツを持っていたのでそれを浴衣の下に着ているひと夏潮風に吹かれて褐色になった顔に楽しげな微笑を浮かべている圭一は生活の上にはほとんどピュリタンだと言ってもいいしかし美しい女と話をするのは愉快であることにその女が面白い 何らかの疑問を持っていると思うと一層愉快である大原に来ている間に奥さんやお嬢さんを大勢見たしかし目に留まったのは女中の花である料理屋を兼ねたこの宿には二三日前まで西洋人が泊まっていて花はその部屋の受け持ちであったので折々廊下で出会う時 ちょっと笑って会釈をするくらいなことであったその時からこの女の青白い顔の目口の間に人生の苦痛をなめた跡が深く刻まれているようなのが目に留まっていたそれで西洋人が立った後で自分の部屋へ花が来るようになったのを喜んだそれからは終始花を観察している はじめ圭一は花の顔の表情を見てよほど鋭利な女だと思っていただんだん心安くなって話をしてみるのにそうでもないらしいだいぶお人よしのところがある美しい締まった顔がその持ち主を実際より賢そうに見せるのである花は東京生まれだと言っている 言葉にも鉛がない。しかし妻はずれはきれいでもいい人の落ちぶれたのではなくて卑しい社会にたまたま美人ができたものらしく思われる圭一は花がどんなことを話すのだろうと思って別になぜというでもなくその話が早く聞きたいような心持ちがしているそして花は本当のことを言うだろうか 嘘をつくだろうかと一人で心に問うてみる圭一は女についての経験はないがすこぶる鋭敏な触覚を持っていていつの間にか女は嘘をつくものだという動かすべからざる鉄腕を成就している花も嘘をつくに違いないしかしどれだけ嘘をつくだろうか 嘘とまこととの比例がどんなだろうかその嘘がどんな嘘だろうかなどと思うのである雨戸を閉めてから外はひっそりとして鈍い低い海の音に清い高い虫の声が混じって聞こえるはしごに足音がする優しい軽い音である 青い脈の浮いている白い素足の座った時背後から見るとかかとと指の腹と指の根とが板の間の土ぼこりで薄墨色に染まっているのを思い出す圭一の心臓が踊る不意に来られたさっきとは違って花が次第に近づくとともに鼓動は激しくなるのである 恋だろうか「何恋なものかこれは期待の興奮だと」と圭一は自ら説明した「お静かですこと」声と一緒に今度は障子をスーッと開ける廊下に置いた大重脳を取り入れる一人で騒ぎようもないからな。 今に下が賑やかになりますわ。五番へ芸者が来ましたの。花の言葉が切れないうちに、ねじめの悪い三味線の音がする。風呂に火をいけて湯沸かしをかけて茶を入れる。霊の足の裏が見える。持ってきた茶を慶一は左の肘を机についたままで受け取って、一口飲んで下に置いた。 そして目で笑いながらそこに座った花の顔を見た。さあ聞こう。一体茶を飲ませてもらったばかりではのろけちんが少し足りないが。のろけなもんですか。本当に地味なお話でございますの。私、本当に恥ずかしいわ。いくつになる女に歳なんぞ聞くのは、 肺から出ないというじゃございませんか。生意気な。西洋人についていたもんだから。どうも話を聞くというものは骨の折れるもんだな。黙っていては果てしがない。辻村というのはどんな男だい講談師だろうな。あんなことを。何にしろ、もう四十より五十の方へ近いのですから。うん そんならまあ色の浅黒い苦み走ったというふうの男だろう。やっぱりここで心安くなったのかいええそうでございますの。私思い切ってしゃべってしまいますわ。それがいいそれがいい。いいあの初めのうちはただ当たり前よりよく気をつけてくれたり。 ょいとした反物なんぞを持ってきてくれたりしましたの。にあうようなものを見立てたつもりだが、なんと言ってくれましたの。ちょうどそのころ私、ひどく困っていまして。おかしなお話ですが、着物も体につけているのしかないのでしょ。う。それがほうぼうすり切れて、お客様の前へ出るたびに気になって気になってならないのでしょ。う。 困ると知恵が出るものでございますのね。私、その擦り切れたところを、しわの寄ったような具合に畳みましてね。糸で縫い付けて着ていましたの。それも、あんまり方々にできてきますと、ごまかしきれなくなってしまうじゃございませんか。そのころ、つい一緒になってしまいましたの。色気も何もあったものじゃございません。 私ただお金が欲しくって欲しくってなりませんでしたのうんそりゃそうしたものだろうそれからだんだん可愛くなったのだなあら嫌な黙って聞いていらっしゃいよ本当に思ってみれば不思議でございますわいつでしたか不意と喧嘩をいたしましてね 何時だろうと言って時計を出して見ているのを私ひったくって畳の上へ放ってやりましたのそうするとガラスが壊れて針が一本折れたじゃございませんか私びっくりいたしたのを悔しいから知らぬ顔で言いますと辻村さんはそれを拾ってみて大層怒った様子でこんなになってはもう役に立ちはしないと言って いきなり庭へ放ってしまいましたのそれが普段嫌になるほど大事にしている金革なのでしょうカチャッといって砂の上に落っこってピカピカ光っていますの私悔しくって悔しくってならなかった時だもんですから拾いに降りようともしないでじっと見ていてやりましたのそしておなかの中では 辻村さんがどうするかしらと思って考えていましたの。辻村さんは辻村さんで、だいぶ長い間、黙って時計を見ていましたの。よっぽどしてから、辻村さんが拾ってこいとそう言いますから、私、黙って降りて拾ってきましたの。それからその次のたびに、東京から来ましたとき、私、 時計をどうしたかと思ってみますと「やっぱり持っていますの」「いくらで治りましたの?」とそう言うと紙入れから「服部の30円の受け取りを出してみせるじゃございませんか」「一体辻村さんはケチだと言っては気の毒ですがなかなか無駄遣いなんぞをしない人でしてね」「こんなところへ来ていましても 私に何か買ってきてくれるほかは、これということはいたしませんの。それもせいぜい十円くらいのものしかくれないのでしょう。それが三十円も無駄に取られたのだとわかったものですから、私、ひどく気の毒になりましたの。本当にすまないわね。そういったとき、一人でに涙がポロポロこぼれましたの。 妙なもののでございますのね。その頃から他人でないような心持ちになりましたのうんなるほどロシアなんぞも戦争をしてひどい目に遭わせてから仲がよくなったのだからなそんなことをあなた混ぜ返すなんてお人が悪いわもうあとは話しませんわああごめんだごめんだ僕は 混ぜ返したつもりじゃないのだ。真面目にそう思ったのだ。花はにっこりした。三味線のガチャガチャいう音に、大勢の笑い声が混じって聞こえる。じゃあ、お話ししますわ。ひどく恩に着せるやつだな。そりゃ、少しは恩に着てくだすってもいいわ。私、誰にだってこんなお話をいたすのじゃないのですから。 それからおととしの秋ごろでございました。割下水のとこにうちを借りてくれましてね、私、こちらを暇をとって東京に参っていましたの。母は苦労人ですから喜んでくれましたが、親父は、女中ならいい、メカケなんぞになりやがってと言って、プリプリしていましたの。 常駐がんのいいもんですかね。私おばあさんを一人置いて楽に暮らしていましてね母がちょいちょいのぞいてみてくれましたのやっぱりうちも本所なのですからそのころ私の考えていたことといっては辻村さんの奥さんがどうにかして見たいというよりほかありませんでした辻村さんには ついまだ申しませんでしたが、最初から奥さんがございましたの。それが私、見たくて見たくてならなかったのでございますよ。とうとう深川の辻村さんの家へ出かけていきましたの。普段の日には会社へ出て、お昼前ならきっといないのがわかっていますから。そうですね、十一時過ぎでございましたろう。 私勝手の方へのぞいて「何とかさんはこちらではございませんか?」といいかげんな名を言って聞いてみましたのそうすると私が一心に見たい見たいと思う念が届いたというものでございましょうかちょうど奥さんが台所でお魚を焼いていましたの何でも暮れのだいぶ寒い頃でございました 毛手柄の丸曲げにさん玉の寝掛けをして黒ジュスの半襟をかけた大島紬の綿入れの上古くなったお飯の斑点を羽織って七輪の前にしゃがんでいたのが「違いますよ」と言って毛豚そうにしかめた顔をこちらへ向けましたの私びっくりしましたわすごいようないい女だろうじゃございませんか 藤根津の無地のうずらちりめんの襟の際から襟足の長いお人形さんの首のような首を前かがみに伸ばして振り向いた姿がいつまでも目についていてしょうがございませんでしたの私間が悪くなったもんですから追っかけられるように逃げて帰りましたの「別品を二人も占領しているなんてひどいやつだな」。 まったく、私のようなものを何だって世話をしておくのだろうと思いましたのそれから去年のお正月には2日の晩にちょっと来てから1週間ばかりも音沙汰なしでしょ私いろんなことが気になってお正月らしい心持ちはしませんでしたの10日の日でした 前の日から雪が降って大う寒いのに母が来ましたから雑煮をこしらえているとそこへ郵便と言って手紙を放り込んでいきましたの見ると辻村さんの手でしょそれが書き留めとしてあるじゃありませんかつい花の先なのに郵便をよこすことはたびたびありましたが 書き留めというのは変だと思って私胸がドキドキしましたのでも母は気のつかない様子でしたから余計な心配をさせたくないと思ってわざと平気な顔をしてり箱のところへ持っていって母の方へ背を向けてハサミで封を開けてみましたのそうするとたった4行か5行に 急にアメリカへ行くことになって午後1時に横浜を立つ留守中の費用に100円の手形を入れておくと書いてあったものですから私も我慢がしきれなくなって「おっさん大変!」と言って泣き出してしまいましたのそれから立つまでに是非一度会わなくちゃならないというと母が掛け時計を見て もう十一時をよっぽど過ぎているからとても一時までに横浜へ行かりやしないと言いますの私の方では妙に意固地になって何でも会いに行くと言って着ていた綿入れの上へコートを羽織って頭巾をかぶってガマ口を帯の間に挟んでいきなり飛び出そうとしましたののぼせたせいか その時はもう涙も何も出なくなっていましたの。母が「まあその手形をしまっておきい」と言ったので私いようよう気づいて手紙と一緒にくしゃくしゃにしてタンスの鍵のかかるところへ入れていると母が言うには自分も一緒に行ってやりたいがそれではうちが武用人だから お使いに行ったバイヤが帰るまで留守番をしていて、お雑煮を食べて帰るから、お前はなるたけ気をつけて行っておいで、とそう言いますの。私は夢中で家を出て、人力で新橋まで行って、汽車に乗りましたの。それから横浜のステンションでまた車に乗って、桟橋へ駆けつけて、ホルをかけた車から降りてみますと。 人が大勢桟橋をこっちへ帰ってきますの。それなのに私ぼんやりして立っていますと、シャフがお車代を、とそう言いますの。私がま口からおしを出してやるのを受け取って、シャフは妙な顔をして私を見て、お見送りならもうだめですが、とそう言って、町の方へ帰っていく人に車を進めながら、 行ってししままいましたの私やっぱりぼんやりして立っていましたの。もう桟橋はひっそりとしていて恐ろしく寒い風が雪をほっぺたへ吹きつけますの。私何ともかとも言われないような心持ちになって涙がポロポロこぼれましたの。 その時のことが面影にでも立つらしく、花はしばらく黙っている。ひどい目に遭ったものだなあと慶一は慰めるように言った。それから帰ってみますと、母は心配して帰らずにいたもんですから、いろいろ相談しましたの。何にしろ、 いつ辻村さんが帰るか聞いてみるのが肝心だというので、母が会社の人に聞き合わせてくれましたが、早くて一年だと申しますの。夏頃までぼんやりして暮らしていましたが、手紙は来ず、ひどい面倒を見て横文字の上書きをしてもらって手紙をやっても、返事も来ないうちに、お金はだんだんなくなりますの。 この案外では本当に一年で帰ってくだすっても、それまでしのいでいかれそうもないというので、母にも相談をして、またこちらへ参ることにしましたの。そこで、辻村さんはいつ帰ったのだい先月帰りましたの。それからまだ会わないのかいええ、何と言ってやっても来ませんの。 行ってみようかとも思いますが来てくれないくらいなら行ったってダメかとも思うもんですから翡翠のかんざしを抜いて顔をしかめて頭をかいている下の座敷で剣を打つ声がする三味線の音に騒がしい笑い声が混じって聞こえる「お花さん?」。 と大声にはしごの中ほどまで登って呼ぶ女の声がする花は圭一の目を探すようにちょいと見たそして「嫌になっちまいますわ」と言ってついと立って部屋を出た圭一はしばらく後を見送って何か考えていた 森外作、身の上話、朗読、久保田仁志でした。